フィゲーラ、広場広場のジョアン・イッセイ・ゾーフィゲーラ広場は、ポルトガル・リスボン中心地にある広大な広場。1755年のリスボン地震で被害を受け、再開発されたバイシャポンバーリーナ地区にある。16世紀に広場はなく、一帯は、市内で最も重要と言われた、トードス・オス・サントス王立病院が占めていた。百五十五年の大地震で、リスボンの全域が被害を受け、 病院は著しく損傷した。病院は1775年頃に廃された。売車で病院に占められていた広大な一帯は青空市場の広場となった。1885年頃、巨大な8000平方メートルの屋根のある市場が建設された。この市場は廃止される1949年まで続いた。その後広場は開けた空間となった。 1971年、彫刻家、レオポルド・デ・アルメーダの手によるブロンズ製、ジョアニ・一ッセイ・キバ像が、広場で除幕された。この像は、ヌーのアルバレス・ペレーラとジョアン・ダス・レグラスの二人の、肖像のあるメダルを運んでいる。1999年から2000年にかけ、広場の最後の修繕がされ、像は、コメルシオ広場からも見えるようにと、広場中ほどから隅へ設置し直した。 元々の改修計画はビルを完全にセラミックタイルで覆ってしまうというダシアーのコスタの計画であったが実現されなかった。フィゲーラ広場は売車が再開発されてからある4階建てビルと同一の側面図を持っている。ビルにはホテル、カフェ、商店が入っている。重要な交通の中心でありバスとリスボン地下鉄が止まる。ありがとうございます。